さてさてメールを紹介していきますよ。えラジオネーム漆黒のホワイトさん、どっちだどっちだイェ評価の10は見ました。自分の才能に戸惑う孝太郎、さとしと孝太郎の微妙な溝、孝太郎の謎解きなどなど、終始興奮気味で見ていました。ありがとうございます。その中で追試をサボったさとしが山内くんにつかまるシーンがありましたが、お二人は、学生時代は勉強はできましたかちなみに僕は勉強が苦手ですと。あらー。 私もそんなに得意じゃなかったですね。なんかほどほどでした。ほどほどいいですよ、ほどほど。真ん中くらいだったような気がしますけど、坂口さんいかがでしたお勉強は。本気を出せばです。あ、でも坂口さんはだって試験前になんかがっつり勉強しないタイプですもんね。はい。なので、そうだ、えー、そうだった。学年トップを取ったこともありますけど、ほ,ほらーなな今今今,今さらりとさらりと自慢 同時に追試を受けたこともあります。<laughs> あれめちゃめちゃ極端じゃないですか、坂口さん。そうそうやらないとね、数学全く分かんなくて。えー、でも数学は難しい、ね。追試暗いました。かだからあの両極端です、僕は。<laughs> すごいねでも坂口さんの本気がものすごいっていうことがよくわかりました。本気を出せば、本気を出しません。<laughs> もったいない、もうたもうだ、消えねえだ。面倒くさくて勉強。<laughs> では <laughs>、では、次の目でいきますよ。はいはい、隠れ省エネ派さんからいただきました。うん、ありがとうございます。第10回の放送で、毎月22日はショートケーキの日という話が出ましたが、同じ理由で、毎月21日は漬物の日だそうです。<ー>上に石14ですね。なるほど。なるから、漬物の日だそうですが。ところでお二人は、どんな漬物が好きですかあ<ー>といとどんなのが好きですか坂口さん。僕、ちっちゃい頃、たくあん大好きで。うんあー 一本丸々バリバリバリって食べたら、気持ち悪くなって吐いて、それ以来漬物が食べられません <laughs> え。え <laughs> <laughs> あの、だから、あの、キムチとか美味しくいただけるんですけど古、古フル漬けであればあるほど、あの、あの時の記憶が蘇って、朝漬けを食べられます。 なるほど、うん、えー私お漬物大好きなんですよいいじゃないですか田舎のおばあちゃんがそのお茶受けによく漬物を出してくれていてうん、うん、私もそのたくあんをずっと食べてたりとかうん、うん、その田舎のおばあちゃんが漬けるペッタラ漬けとかふる漬けとかがものすごい美味しいんですよお店に売ってるよりも美味しいって私は思ってるんですけど家庭の味ですからねうなんで、ねうんうん、それがすごい好きでなんかこういう話をしてるとまた食べたくなってくるんですけどいいじゃないですかで<も>お漬物意外と 苦手な方もいるんですね。そうだね、あの匂いがダメっていう人もいたりとかね。でもいつか自分で漬物をつけてみたいくらいには気になってます。いいじゃないですか。<laughs> ぬかをかき混ぜてぬかを。す <laughs> 素手でかき混ぜていきます。<laughs> ぬかのをっわしゃわしゃ。わしゃわしゃしてやりますよ。<laughs> えー、続きましてラジオネーム、はい、竹千代さんです、ね。ありがとうございます。 最近、ちょい足しにハマっています。僕はカレーに醤油を入れたり、温かい白ご飯に醤油をかけて食べてます。坂口さんと佐藤さんおすすめのちょい足しはありますかと。ええ、なんだろう。でも、白いご飯に、バターをかけとお醤油で、バター醤油ご飯美味しいですよね。あんまり、その、あの、カロリーとか気になってなかなかできないですけど、美味しいですし、あと私、ご飯ですよっていう、あの、海苔が大好きで、 あれをよく、そのサラダにこう、あえたりとか、あとは、パスタと混ぜたりとかして食べたりするんですけど、ちょい足しになるのかなでも、ご飯ですよ。こう、いろんなものにかけて食べるのが好きだったりしますけど。どうですか坂口さん,、うんうん。温かいご飯にちょい足しであったら僕、あれですよ。ラードとかヘッドとか。えぇあの、刻んでご飯に混ぜて、油ご飯にして醤油かけて食べてうわぁすご美味しそうだね。体にはね。 いろいろあれですけどちょっと、あの、お腹がぷよぷよ気になっちゃう感じもしますけど。でもなんかちょっと、男性っぽいですね、ねすごく。油ご飯大好きですよ。ああ<ー>。うん、ぜひ、あの、興味のある男性のリスナーさん、まあ女性のリスナーさんもそうですけど、試してみてほしいですよ、ね。おそばの中にね、ありますからはいはい。ぜひぜひお試しあれ。お試しあれ。